ガード四区はボールカット、ソサ周りを見ています。ペレヘッドでボールを送りました。これを拾ったのはソサに渡っています。フォントラン縦にボールを送る、ソサに渡った。ぴったりマークはファルコーの4番、そして2番のアングルカもね、少し良くなってきてるっていうのはいいんですよね。そうですか。前はあんまり残っているのはソサ1人、スタートしました。直接狙いました、キーパーキャッチじゃないでしょうね。そうですよね、曲がりますからね、はい、いいです。ペナルティーエリアに入ったソサ、ファルコーのぴったりマーク、さあかわせるかソサ、逆サイド、ソサがフリーだ、ソサがフリーだ、左足でシュート、なんたること。これはルーベンソサゴールデン、ポストの右を通過しました。うまく抜けてきましたよね、トラップも最高だし、はい、ソサへのパス、左足でシュート。